今週のゲストはグラビアアイドルの花井美里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花井美里ちゃん、こんにちは。こんにちは、ね、今日はレオンちゃん、美里ちゃんと、ね、2人美人が来て、はい、ね、全然タイプが違うように見えたんだけど、はい、共通点が発覚してたくさんありましたね。意外にね、うんうん、びっくり。意外に2人とも見た目と違うよね。そうですよね。なんか確かに共通しているものがあるとはパッと見分かんなかった。まあそうですね、パッと見で分かった。どっちかというとプラスとマイナス、マイナスとプラス分かんないけど、ね、端と端にいそうな雰囲気なんだけど、意外に趣味はディープなとこで。聞くと、うん、コスプレとかしそうってこうなんかこう思わないですか？まあね、うん、だけどでもロック、まあ、シーンが自称、うん、聞くとコスプレしなそうですよね。まあね、うん、でも、まあ、アイドルと聞くとドラキュラの棺を持ってるってのはよく分かんなくなるし。ああ確かに、私は持ってそうでしょ。そうね、持ってそう、持ってそう、なんだそれよく分かんないや。いや間違いなく持ってそうだよね、みーちゃん。そういう感じで、うん、まあちょっといろんなね意外性が今回は。キッス FM 神戸で毎週土曜日夜9時からオンエアしています。聞いてください。